ベット解放とことんとことんショベット解放区の酒井です。本日はですね、ダサいバイク乗りの仕草、まあこう前回に続いて、まあ続きではないんですけど、ダサい仕草ってあると思うんですよね。このいろいろバイクを扱ったり、バイクに乗ってたりとかっていうところで、そのダサい仕草っていうのが結構あるので、まあちょっとね、偏ってる俺のそのあれかもしれないけど、ちょっとそういったのをまたね、本日は撮っていきたいと、ダサい仕草参戦ということでやっていきたいと思います。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして、動画撮っていくことができるのでお願いします。コメントないよっていう方おられたら、もうとことんとことんだけでも入れといていただければすごく嬉しいです。はい、あと LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットっていうのも作ってますので、そちらの方も登録の方お願いします。はい、では本日はダサい仕草参戦ということで、まあ僕が思うとこだけなんで、これちょっとまあいろいろまあね、ある賛否両論あると思いますけど、ダサい仕草ってあるんですよ。それも結構知らず知らず癖になってたりとか、まあそういったことかなと思うんですけど、で僕自体は結構そのバイク乗りの人をめっちゃ見てるんですよね。こうやってなんで見てるのかって言ったら、もしかするとそのバイク乗れない時期が多かったから、結構乗ってる人はいいな、かっこいいな、 あれダサいなとか、なんかそんなことを勝手に思っていろいろ見ていたのかもしれません。はい、なんで本日は、ダサい仕草、かっこ悪い仕草参戦ということでやっていきます。はい、じゃあちょっとカメラ変えてきます。はい、今のところなんですけど、見えました？ガソリンコックをオフにして、ガソリンコックをオフにして手についた油の匂いを嗅いじゃう。これ結構ねダサいと思うんですよね。うん、で結構さ、このショベルだとか旧車だとオイルっていろいろ漏れるんですよ。今もねこれちょっと鼻つだけどちょっといろいろなんかいろいろついとるんですよ。なんかいろんなとこについてて、なんだかんだでね、でなんか液体的なものがついた時にこうやってやるのは俺ちょっとダサいなと思うんですよね。うん、はい、あのこれが一つ目のダサい仕草ということで、かっこ悪い仕草ということで一つ目やらせてもらいました。はい、二つ目いきます。結構ね、ダサいと思うんですよ。脱いで、まあ、確かに髪がさ、こうやってさ、ガシャガシャ、なんかある、わかるわかる、すごいわかる、夏とかね。で、なおかつ、最終的には、ここで、これを匂いを嗅ぐっていうのは最悪だと思います。はい、これはやばい仕草ということで、一つ、あの動画撮らさせていただきました。はい、じゃあ次、三つ目いきます。俺ね、めっちゃかっこ悪い。なんで、お前そんなにかっこよくねえぞっていう。うん、もともと。
そう、これやったところで格好悪いじゃん。うん。っていうのが3つ目です。はい。本日は格好悪い動画っていうことで、やりました。まあ、匂いを嗅ぐのと、まあ、ヘルメットの匂いを嗅ぐっていうことで、まあ、匂いがちょっと2つと、あと、自分をこう、なんかかっこいいみたいな感じになるっていうのがちょっと微妙かな、ということで、格好悪いシーンの3選ということで撮らさせていただきました。ありがとうございました。